さあ今週は糸島市にやってまいりまして、筑前深谷駅の前なんですけども、はい、まあ、あいにくのお天気ですね。そうですね、まあ、あいにくのお天気の中ちょっと世知辛い話してもいいですか。何でしょう。あの先週のゲストの誠司さん、千原誠司さん、はいはいはい、前乗りして、後残りされたんですよ、2泊で、でその間に、部屋中のドリンクを飲んだらしいんですよ、はい、それがですね吉本の経理に行きましてですね、厳重注意を受けまして今後この南昇とのゲストの方、はい、そして花丸大吉に至るまで、ホテルのドリンクは自腹が決定いたします。いや本当に世知辛い、世知辛い話で、あるだけ飲んで帰られた、たんですか。いや満喫なさってますね。まあまあいいでしょう。まあ、そういう番組ですからね、はい、ご接待のね、はい、記録にやっていただきたいと思います、はい、ということで今週のゲスト待望の初登場でございます、はい、宮川大輔くんです。どうもよろしくお願いいたします。いやようこそ、よろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました。何今の先生の話ね、最悪やねあの人。そうなんですね、はあ、全部飲む普通飲むホテル飲むね。あのいらんやつもあるよ。そうあるあるある、絶対手つけんやつあるから、それまで飲み干して。そうです。僕らと大輔君ってテレビであんまり共演してないと思います。してないんですよ、実は同期。同期なんですよ。いやそれな、ちょそれな、それな俺な、もう卑怯やと思うね。なんでそれ、なんで9期に来んの。違うやん、ほんまは8期やん。違うやん俺だって初めずっと敬語で喋ってて、急に東京来て同期やね言われて、ナインティナインね、星ちゃん、大輔君、矢野兵道、浜丸大輔、そうそう、まかいな。いやいや僕らはもう絶対9期だって、そうせんと、また、だって誠司さんと同期ってことになる。いやほんま同期やん。そうなったらもう説教しに行かないとホテルのドリンク全部飲み上げる。今回は宮川大輔と糸島市のこだわり、糸島市のこんなパンパンに入ってるんですね今。パン屋さん移住のきっかけはなんと大吉。ドッグランのワンちゃんは雨でも元気いっぱい。糸島ならではのものづくりを見学。子供ここにいるみたいたまりませんね。冬の名物かき小屋を体験。うまい、うまい。出た。花丸大吉の南昇と。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。花丸大吉の南昇と、今回の舞台は糸島市。平成22年に前原市と二条町、島町が合併して誕生した市です。自然豊かで良質な野菜や新鮮な魚介類に恵まれていて、福岡市都市部からもアクセスがいいため、今移住先として全国から注目を集めている地域です。行きましょう。もう何食べてもうまいよ。その辺の草食べてもうまいよ。いやそんなもん。なんか食べさせてやろお店。いやそれぐらい糸島というこの非常にいい大地よ。土地の値段も今どんどん上がるよねここ、もう嘘やん。いや本当本当この辺に別荘つっ、嘘やん。いや駅周辺見たら確かに嘘やん。いやいや本当に、本当本当。稲穂焼き。こんにちは。こんにちは。あどうも。お父さんこんにちは。あら有名な。いやいや有名ちゃうで。あら。どうも。こんにちは。南昇とでございます。どうもこんにちは。えらい小窓で商売してますね。南昇と。南昇とです。南昇。はい。これなんか駅の切符売り場みたいな。なんなん。あ元そうか。元々なんなんですかここは。ここ昔タバコ屋さんだったんです。あなるほど。なるほどね。まんま改装して。いつからやってるんですかこのお店は。ね、もう6年経って7、まあ、7年目。あ7年目。結構長いですね。へえ。博多稲穂焼き。ちょっとあの我々、ね、初めて初めまして。メニューこれ回転焼きみたいな。お好み焼き分回転焼き。ちなみにここ以外食べれるとか。フランチャイズ。なるほど。長崎なんですよ。本場は。あそうですか。そうだから上に大村名物って感じね。大村名物が博多にやってきた。なるほどなるほど。感覚でよろしいでしょうかね。大爆発してほしいという。なるほどなるほど。なるほどね。いただきますか。食べたい。どれが美味しいの。
じゃあもう初めてでしたらこの稲穂焼きのオリジナルが基本で、はい、キャベツからソースまでこれ全部入ってあこちらも入ってんの。なるほど。それで120円、はい、安っ。食べてみて安いかどうかはいや自信持っていいですよ。安いですよ、120円は。買わせてください。これがやっぱ九州やね。このホークスね。ホークスのリングですよ。ホークス大好き夫婦で、うん、ホークスを応援してるんですよ、はい、へー。ホークスが勝った翌日はおみくじ抽選会などしてね、あら、当たったら稲穂焼きをプレゼント。日本シリーズ優勝した次の日なんて、あもう大変じゃないですか。サービス優勝セール20円引き。20円も引くの。お父さん120円で20円引かれたでかいで、うん、大丈夫なんそんな人。100円、ね、あったかい。いただきます。どうぞ。うん、どうでしょう。あ、うまい。よかった。いや、美味しい。美味しいですか。美味しい美味しい、うん、お父さん。なんだろう、お好み焼きなのか。ほんとそうやね。柔らかいですね、皮が。皮が。よく、あ、ね、痛まれた。なんすか。いいです。やめましたね。なんですか、よく。言いかけて。え、僕二人むっちゃんまんじゅうってあるんで、はいはい、いつかうちにも来てくれんかなぁ。いや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 、我々や、はい、あめでむっちゃんまんじゅうとは何の契約も結んでない。よく紹介をしますけど今なら大丈夫ですよ、はい、2年契約ぐらい結んでる。糸島盛り上がってんですよね、ずっと。糸島人増えたでしょ、人間。実は言うと、そこの深谷駅、はい、3年後戦わるんです。ほらほら、ほらすごい。そん時ここで営業してたら、あの駅がこっちに寄ってくるんです、うん、うわ、さらにで、エレベーターできるんです。あららら、3年持つかな。3年持たせましょう、なんとか。頑張りましょうよ、お父さん。ねえ、お父さん、ねえ、ビジネスチャンスですよ。いいけど、しばらく僕、稲穂焼き言います。あ、もう言うたね、ほんまに。もう言う言う言う、もういくつかあるんですよ。西陣とか東陣馬と久留米とか あるんですか。だから稲穂焼きの深江って言ってます。あ、そこまで言わないです。フルネームで。よろしくお願いします。わかりました、わかりました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。でもほんまにいい場所やね、ここ、うん、ほんまに大きくなれば、うん、駅が3年後は、うん、でもちゃんと言うやん、お茶に。俺言うから言うてたから、なんか駅も全部言って言わなあかんみたいな。稲穂焼き深江、うん、そうそうそう。じゃあ、こんにちは。稲穂焼き、美味しいですよ。帰って。いやいや、こっから今、栄えることですよね。あ、こんにちは。やっぱすごいな。いやいや乗ってるっしょ、乗ってるっしょ、全員や。いやいや、まあね、長いこと番組もやってるし、うん、すごい面白い。わ、カニ。わぁ、ちょっと待って、こんなんなんで。カニと触れ合う。え、カニ行く？これでも、おお、その持ち方よ。そうそうそう、うん、お、大丈夫。すごい。あ、ゲムコ強い。なんで？俺ほんまにこれ、ほら、パキパキって言った今。うん。え、海が近いからこんなところにいるの？どうする？あ、七五、あ、七五三じゃないあれ？あ、ほんまや、ほんま行こう。もうこのカニどうしよう。うん、カニは神社、神社って行こう。神社。こっちの、いや、その道はほら踏まれるかもしれない。踏まれるもんな、うん、もうこの辺置いといたら一挙でやろう、うん、どっちか好きな方に。あ、うまいこといくよ。うん、うん、よし、じゃあそうしましょう、うん、大丈夫かな、排水溝に入るんじゃないかな。心配するな、うん、あ、でも大丈夫、大丈夫。あ、いや、あそこほらもう派手な紋付きというか着物着たね。ああ、すごいすごい、立派な。いいな、千歳網あれね。え、こんにちは。ああ、よかった。初めまして。うわあ、かっこいい。晴れの姿。ねえ。どうもこんにちは。どうも。かわいい顔してるやんか、あんた。ほら、映してもらい。5歳になったやろ。なるんやろ。3歳です。あ、3歳？あ、3歳で。へえ。今日何もらったの？絵本。神様のお話やんか。ねえ。ちょっと見せて。ちょ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。うん、ちょっと見せて、これ、ええのもらったね。これも。これも、二
千歳飴ってこんなパンパンに入ってるんですね、今。もう今棒状じゃないやろ。棒状じゃないの、うっそ。え、今も棒、え、もう棒はなんか喉引っかかると危ないって言って、いろいろ入ってますよ。棒のやつある、あの飴以外も入ってる感じ。へえ、ね、よかったな。そうか、先に開けるわけにいかんもん、そうちゃんたちが。そりゃそうや、はい、よかったね、ありがとう。かわいらしいね。ね、いや、いいか、ちょうどよかったわね。ちょうどよかったですね。いや、これなんかね、やっぱりなんか引き合わせてくれるんですね。そうね、おばあちゃんたまですね。そうです。え、おばあちゃん、いやいやいや、おばあちゃんがこちら、はい、私はグージラのグージさん。ああ、そうですか。いや、どれでね、神様っぽい、ね、あ、キミコ様なんだね。なんか神話キュー太郎のね、はい、ね、え、そうですか。そうです、アシックスとか履くんですね、宮司さん。動きやすい、ね、下駄とかかなと思って。ねえやん、別に宮司さんアシックス履くよ。雨降りだもんだから、ねえ、雨やもん。あ、おじいちゃんもあるな、ね、大きくなれよ、バイバイ、頑張ってね、じゃあね、頼むな、バイバイ。さあ、どっち行く、おらへん、さっきのカニ絶対落ちたな、落ちたね。さっきのカニおらへん、もういない、落ちたよ、こっちに逃げたんじゃん。でもこうやって挟まるもんね。ねえ、おった、おった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 、よかった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 、おったおったおった、ちゃんといますよ、そりゃおった嬉しい、よかった、嬉しかった、ね、今懐かしい感じやね、いいよね、中のいい、うん、めちゃめちゃいい、うん。どのくらい海外に行ってるの？月、5日間、5日間、5日間ですよ、間違いなく。そう、海外でもなんかそういうイメージかなんか知らないけど、絶対電話したら、うん、日本にいるみたいな、はいはいはい、なんかそんなん言われて、うんうん、海外が5日と国内が、国内がね、2週間ぐらいかな。で、都内にいるのが大体、まあ1週間、1週間半ぐらいかな。10日ぐらい月、いや、でもまあ、泊まりはそんなに少ないんやけど。あ、これはなんだ、ほら、可愛らしい、あ、パン屋さん、可愛らしい、ここ、うわ、おしゃれですよね、ね、こういうの、ほら、糸島小麦、ほんまや、天然酵母、ね、クローズ、マンデー、ウェンズデー、サースデー休み、週4しか働いてない、本当だ、ね、すいません、こんにちは、こんにちは、ね、お母さん何のパン買わかったんですか、食パン、いやいやいや、いろんなパン、うーん、芋あんとか、芋あん、紅芋あんパンとか、芋あん、紅芋あんパン、美味しそう、全部うまい、美味しい、ありがとうございます、すいません、どうします、ちょっと食べてみたくない、ちょっと待とうか、じゃあ、あの人が出たら、ああ、そういうことか、うん、なんかおしゃれやね、ここ、うん、アメリカンの、多分あのパターンじゃない、糸島に惚れ込んだ、ああ、もと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 どっかでやってて、なるほど、この土地に惚れ込んだっていう人がいろんなお店をオープンしてるんですよ、なるほどね、素材がいいからね、やっぱすいません、どうも、よし、じゃあ我々の番がいよいよ来たようですよ、よし、どれどれ、こんにちは、いいですか、見せてもらって、よかった、よかった、すいません、いい匂いする、どうも、こんにちは、はじめまして、あ、すごい、いい匂い、こんにちは、あ、いい匂い、ね、今日はね、大輔さんと一緒に来たんですけど、どうも、大輔さんがゴロッと老後糸島で住もうかなみたいなこと言ったんですよ、それこっち来ちゃった、何この縁、住む人以上に住む人のことを考える、目指すのはいつもマンションは太平、私試してみます、新しくなったドモホルンリンクル、昔試したことのある私も申し込めました、なんか柔らかい、しっかり塗り込んで、お？おお、これは期待していいかも、新しいドモホルンリンクル
無料試しセットのお申し込みは 0120-444-444。 よし、じゃあ我々の番がいよいよ来たようですよ。よし、どれどれ、こんにちは、いいですか、見せてもらって。よかったよかった、すいません、いい匂いする。どうもこんにちは、初めまして。ああすごい、いい匂い、こんにちは。あ、ええー、匂い、ね、今日はね、大輔さんと一緒に来たんですけど。どうも3人で、はい、ご家族ですか、はい、ご夫婦とかと、お手伝いしていただいて。どうご夫婦、すごい人数で。あ、そうなの、はい、えらい、なんかおしゃれな佇まいですけども。はい、いつからやってるの、いつからやってるの。去年、一昨年の5月。今日で1年半ぐらい。1年半ぐらい、綺麗、はい、なお店ですね。それまでどっかでやってました。東京で。東京、やっぱりなんでまた。僕、ラジオで大輝さんがボロッと老後糸島で住もうかなみたいなこと言ったんですけど、糸島っていう場所があるんだと思って、はい、でそこから調べて、いいところで気に入って、それでこっち来ちゃった。何この縁、背中押したわけですか。いや、なんか責任感じるな。いや、これはあんたもう稲穂焼きやら言ったらいかんよね。ずっとベーカリーサラって言わない。そう、言わなあかん。もう稲穂焼きは私任せてゲーム。ありがとうございます。私はここサナは、はい、だって東京から。いや、本当にね、糸島を知ったのは、まあまあね、本当にきっかけの一つだったと思いますけど。奥さんはどうだったんですか。最初そこ主人が、まあ、だって東京聞いたこともないでしょ、糸島なんて。そうですね、はい、でもちょっと地図で見て、うん、いいかもね、みたいな。まあ、海沿いやし。はいはい。じゃあいただきますか。いや、さあ、あんたもう4つ5つ食べなら、もうイメージキャラクターみたいなもんばい。そんなことない。いや、そうだよ、ほんまに。俺はちょっと、ちょっとパニーニっていうホットサンド。あ、パニーニ、よかったら。おお。大吉のラジオでの一言がきっかけで東京から糸島へ移住し、ベーカリーサナをオープンしてから1年半。糸島の小麦を 100% 使用し、天然酵母で作るこだわりのパンが人気なんだとか。今回はご主人おすすめのパニーニをいただくことに。味次第では東京帰れって言えよ。それは厳しく行け。そうやで、はい、厳しく。じゃあ、これは、はい、これチリビーンズ。チリビーンズ、はい、それはもう試合に見たらごめんなさい。その中のチリビーンズもうちの手作りなんです。あ、そう。いや、これね、なないよ、パニーニ持った感じが、うん、こんなパリッとしてますよ、パニーニって。パリッパリッ、パニー油入れてないんで、はあ、焼くとパリッと。はぁ、あ、でも、もっちもちなの。パリパリなのに、うん、いや、それいいように言ってるんじゃないですか。そうやで、関係者だから。関係者じゃないけど。僕はハムチーズ、うん、一番ベーシックか。そうですね、これも地元の生き産牧場っていうところなんですけど、小言、ほんと気をつけてください、ね、やけど。香ばしい。ほら、さっきの稲穂焼きはしなしない。もうええよ、稲穂焼きは。あれが良さや。あれ良さ、あれが。口引きじゃない？ツナトマト、いただきます。飲み物。大丈夫？大丈夫。あ、うまい。うまい。うまい。ほんまにこの外がカリカリで、うん、うまっ。いや、美味しいね。美味しい。ありまして、ようこそ糸島へ。ね、うん、ようこそ来てくれました。お会いできてよかったです。いや、本当。よかった。本当にね、なんか嬉しいわ、僕。うん、やっぱすごいね。すごい。なんだよ。浜本すごいな、赤井さんすごいな。いやいやいや。もう高島師匠の次はもう大事ですよね。私はね、福岡市中にね、屋台を作ろうと思ってます。10メートルおきに僕は屋台を作ろうと思ってます。それはそれで。道路塞ぐことになりますけどね。すみません、じゃあいただきながら行きたいと思います。すみません、お昼時の美味しかった、ありがとうございます。すみません。ここも糸島、もうずっと糸島、うん、ずっと糸島、糸島市は大きいよ、うん、大きいね、
ね、やかまし村って書いてある。やかましいかな。ね、静かやけどな。いやでもさっきのパン屋さんほんまにすごい、うん、ね。大吉さんの言うたやつを聞いててさ、本当あんなあんのマジで。ね。人のあんなん聞いて、よし、うん、ちょっと行ってみようと思ったことある？ないよ。ないよね。うん、まあでも、じゃあなんで芸人大輔君はなろうと思ったの？なんなん急にその質問。いやほらきっかけ。いやそれいや僕ほんまにあれなんですよ、うん。初めは別に芸人なんてなれる思ってなかったんですよ。うんうん、まあクラスとかでは面白いとかになりますけど、うんうん、いやそれなれる思ってなかったですから、うん、でも芸能界に入りたかったんですよ。うんうん、でそのつて自分の親父の友達が、うん、関西テレビのアナウンサーやったんですよ、でその方にその相談したら、おっちゃん口聞けるとこ吉本しかないわ言うて、でもまあ吉本吉本ってなって、うん、でなんか話聞いたらその NSC があるいうでそこ入って、まあ、今に至るっていう感じですね。あじゃあそれまで NSC 知らなかったの？知らなかった、全然知らなかった。すごい珍しい。そうそう、じゃあもう芸能別にその吉本じゃなくてもお笑いとかじゃなくてよかったってことだよね。まあね、うん、でもまあこんな顔ですからね、うんまあ、お笑いでよかったとは。へえ、まあでも役者さんもね、ねやってるし。いややってますやん。いやいや俺はもうあれしかできない。いや明太子のあれもう松本さんとか全部見に行ったんですよ。号泣した言うてました。いやいやいやそんなことない。宮迫さんとかなんかもうおえつするぐらいないと思ったわ俺ね。うん、所詮クリ先輩方の情緒が不安定なんじゃないの。そんな泣く。いや、ね、よかったよ明太ピリリよかったけどおえつするほど泣く。いやむちゃむちゃ泣いた言うてはりましたよ。あこれあドッグランワンコの幼稚園。ちょっとでもあれやね今、うん、犬とこう絡むあの濡れてる感じするよね。これね、はい、ここがね、こことかもうこことか。でもこの天候でドッグランやってる？あ、もうワンちゃんあそこいるよ。あ、いるやん。大きいやつが。あ、これあドッグランワンコの幼稚園。でもこの天候でドッグランやってる？あ、もうワンちゃんあそこいるやん。あ、いるやん。大きいやつが。こんにちは。どうも初めまして。あ、いるいるいる。かわいい。あ、レトリバー？レトリバー。うわ、かわいい。うわ、かわいい。かわいい。あらー。あ、まだ子供や。こっから入るかな？ここでしょ、入り口は。こんにちは。いいですか、ちょっとお邪魔させていただいて。こんにちは。ちょっとカメラもあります、お邪魔します。すいません。あら、お昼中です。どうも、宮迫大輔くんと。こんにちは。あ、犬いっぱいいる。犬がいる。いるいるいる。ちょっとこれ。いやいや、もうそこまで、そこまで召し上がったんなら、最後まで行ってください。あ、でも最後の日なんで化粧直しよう。伺ったのは、ウエランから糸島。ワンちゃんのために作られた施設で2006年にオープン。ドッグランの他にもデイケアやしつけ教室などいろいろなイベントを行っていて、愛犬家たちの憩いのスポットとして親しまれています。ワンちゃんもこの中にもいるんですね。はい。この子たちは幼稚園の子です。幼稚園。幼稚園って何ですか？はい、犬の幼稚園。お家で暇してるワンちゃんをここで遊ばせて。遊ばせて。なるほど。あ、そういう意味の幼稚園。はい。はい、でおいでおいで。どれぐらいかかる？おおおお。大丈夫大丈夫。こんにちは。うわー、かわいい。ほら、年中様かな？年中ぐらいだな、このお家。あずきちゃんはいいね。どうも。あずきちゃんはいいね。こんにちは。ねえ。あー、おった。あー、おったな。あー、おるな、こういう子。そう、今日ちょっと幼稚園で。よしよし。あ、で今お昼休憩だから、はい、なるほど。ケージに入れて。さっきお弁当食べてた子方は言うたらほぼさんみたいな。ほぼさんですよね。で一緒に散歩行ったりとか、はい、一緒にここで遊んだり。かわいい。でも今日雨の日とかどうするんですか？雨でも遊びます。あ、そうなんですか。かわいらしいな。大きい子もいるんですね。この人はうちの犬。あ、うちの犬。うちの犬が一番しつけが悪いんで閉じ込められてる。はい。お庭も作ったっていうことですね。そうですね。ここは最初何もなくて平坦だったんです、うん、はい。だけどいいですか？ここ、はい、どうぞどうぞ。ここはあえてだからそういうなんかちょっと障害物作ったりしてるんですか？はいはい。
クール来た、うわークール来た、うわー、うわーどうしよう、うわーどうしよう、うわーどうしよう、はい、やっと慣れてきた ね、よかったね、あ、足、あ、あ、靴が、あ、いよいよ、いよいよ、いやいや、飛びかかれない、白い靴とかいいよ、白い靴、白い靴、ガンガンガン、白い靴、あ、ちょっとほら、わあ、あ、ずーって、あだ、はい、あ、来た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 、あずき、あずき、あきちゃん、あずき、自由でいいね、ね、あ、おしっこした、あ、おしっこした、女の子や、いいね、こういうとこね、よいしょ。おかえり。おしっこをすると、うん、あ、ちゃんとね。ああ、これ薄まるんですね。っていうかこんな枯れへんねや。あの EM が入ってるんですよ。EM 菌っていう微生物。あ、ほんと分解してくれるんや。うん、アンモニアとか分解してくれる。グラウンドが匂わない。じゃあマーキングとしても成立しないですか。やっぱそれかけたら。そうです。本人もね。はい。名刺残したつもりが消されちゃうみたいな。はあ。常に一元さんだ犬にとっちゃ。ねえ、あれ来た。マーキング来たはずやけどな。ないやまだ名刺もらってません。ああ。ねえ、ちなみにここやかまし村って書いてあったんですけど、ああいうの何なんですか、やかまし村あの私が勝手に名前つけたんです。ここら辺みんな仲がいいんですよ、ご近所さんが。それであのいつもね、犬のお散歩で通ったりしたら、あの今日はブルーベリーがどうだとか、なんだかんだってお話ししてゲラゲラ笑って、にぎやかしいわけですよ。なるほど、いいネーミングですよね、やかまし村。ありがとうございます。すみません、お邪魔しました。ありがとうございました。行こう。お食事中に。うわ、一面。何これ。真ん中に一個だけ柿の木やがあれ。ほんと、絵になるね。ねえ。ほんま、とこやわ。外国やで、ここ。マップあるよ。ほら、全部マップ。ドッグラン。ここ。家具も売ってるよ。家具見る？家具工房クラップ。あ、あれだ、あれや、おしゃれ。ほらもう、でも何これ全部センスの塊でしょ、ね、ここで生まれる家具なんて、うわうわー、ええー、なーここ何これ。いや懐かしい水たまりやな。ええねんそれは。行こうな工房。懐かしいよね。懐かしいけどええねん。最近見ないもんね。さあ家具工房。なんなんここもう外国やん。ねえ。福岡ちゃうやん。いらっしゃる。あれ何？ジャール？あれミス、あれ。いやいや俺人おるよね。あほんまや。子供寝かしながら。うわ子供寝かしてる。そのまんま。ベンチというか揺れるゆりかごのあの、うん、こんにちは。これお客さんですか。お客さんで、うん、どういうこと。ああいらっしゃい。ああすいません、こんにちは。いいですか、お邪魔して。ご夫婦で、はい、ご家族で。こんにちは。お客さんで、お客さんで。こんな店の前の正面でようね。堂々たるもんすね、息子さんも。いや、じゃあお邪魔します。いやだからそんだけこの椅子がいいんよ。珍しいですね、親子で座れるね、ロッキングチェア。ロッキングチェア、はあ、どうぞどうぞ、よかったらどうぞ。お邪魔します。じゃあご主人が作ってるんですか、こういうの。僕が作ってます。これ買いたくなりますね。ありがとうございます。どうも小さかったね。なるほど。ここはもうご主人が作った家具を。そうですね、はい、販売している。そうです、はい。こういう販売の仕方なんですね。どうしてもそのお客様と話をしてからこう作るからですね。オーダーメイドってことですか。じゃあもうほぼオーダーに近いんですよね。家具工房クラップは2006年にオープン。ご主人曰く欲しい家具は人それぞれ違うということで、用途、サイズ、価格などを依頼主と話し合いながら、ご主人がイメージしたものを具体化し、オリジナルの家具を作っているそうです。ロッキンチェア、そうですね。はい、いやこれめっちゃかっこいいよね、うん、これに見合う家に住んどかないか、まずはね。まあね、うん、おすすめらしい。何欲しい。家に置いた何かをどかさなきゃいけない。うちで言うとテーブルどかさないよ、ね、広いからね、でもこれ出産祝いとかで、いやいや、いやこれ
嬉しいわ、こんな。今度ちょっとあの東京の方のイベントがあって、うん、そっちに一応持っていく予定です。あ、これ、はい、これいいですよね。ですね。なかなかないですよね。これあれですか、あのおじいちゃんと孫みたいな初めはそんな感じだったんですか。イメージはですね、お父さんと子供、うん、ああ子供やった。ほらもうあの入り口の出てる子のあんなもう最高ですやん。そうです、イメージ通り、イメージ通りの。そうです、ゆりかこ入った、ゆりかこ入った、座ってみますか、座ってみます。起きたかまたね、ごめんね、ごめんね、びっくりしたね急に。お父さん用の方にどう、うわ、あーいいですね、安全。ほんでこっちに乗ってなくても全然、あ、まあ、それでも全然違和感ない感じ、はい、違和感ないですね。はあ、でもこれ子供ここにいるもんだたまりませんね。そうですね。あ、ちょっと座ってみる。あ、かわいそう、かわいそう、あ、ごめん、そらそうね、いや、そらそうや、眠たかったのね、ごめんね、違うってね、違うね。これはいいですよ、まあ、まあ本当にそうやって話をしながらですね、線を引っ張っていってこういう形になったからですね。いや、これもう絶対売れます、これ。そうですかね、売れます、売れます、まあ、珍しいと思うんですけどね。珍しい、珍しいと思う、面白い。いや、東京の人大好きでしょこれ。そうなんですかね、はい、絶対買うよね。いや、売れると思う。お金じいちゃんも欲しいと思う。あ、そうですね、はい、これを理由に孫と近づけるから、ね、今まで乗りたいってなるかもしれない。一応本当すぐラジオで言うと思う。あ、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあの大将、お手洗いお借りしていいですか。あ、どうぞ。あのここ来た時一瞬ポンと臭くなかったですか。あ、大丈夫です、うん、大丈夫です。なん出した、あ、おならを出したんです、ね、ちょっといいですか、ちょっといいですか、すいません。どうぞ。いや、これよかばい。いや、もうこれね、結構あのロッキングチェアって皆さんこう揺らすじゃないですか、はい、ロッキングチェアって本当はその、ね、ユリースっていう名前だから揺るもんだって思ってるんですけど、うん、本当はあの足の位置を前にやったり手前にやったりして、はいはい、で背の角度が変わるんですよ、はいはいはい、それで今自分が一番取りやすい楽な体勢でそうそうそうに使ってくださいっていう感じなんですよね。どうする、2人を作ってもらうじゃん。ネタ合わせよう。ネタ合わせよう。ネタ合わせよう。ネタ作りを。いや、これいいよ。ちょっと座ってごらん。ドラドラ。つまんでごらん。座ってごらん。つまんでごらん。いたしま、頭はね。腰が気持ちいい。ああ、うわ、気持ちいい。わあ、ボケバスこれに改造してくれんかな。いや、これいいよ。これ孫置いて。早いですね。もう孫ですか。うん。で、孫が、あれ、おじいちゃんおかかんごなってやめろよ。いや、もうね、大往生としてはいいよ、いい死に方よ、ほんと孫と横で完全天国でしょ、これ。すいません。あ、いえ、ありがとうございました。いや、行きましょうかね。いや最高。何がどっちが何がどう。いや、スッとしたって。いや、もう座る瞬間にもう間違い、勘違いする。そう、出たおならがもう、あかん、これいかなくなったんで。そらそら、ごめんなさい、すいません、すいません、よかったです、ありがとうございました。続いて、花大と宮川さんは海辺の船越地区へ。海に来た来た来た、海に来ましたけども、まあ、なんかいろんな顔があるね、このここは糸島ね。糸島はいろんな顔がある、うん、またこれ港町っていうかね、うん、すごいね。さあ、あ、何これ、すごいやん、何これ、醤油、ほら、醤油ですね。はあ、すごっ。海に来た来た来た、海に来ましたけども、まあ、なんかいろんな顔があるね、このここは糸島ね。糸島はいろんな顔がある、うん、またこれ港町っていうかね、うん、すごいね。さあ、あ、何これ、すごいやん、何これ、醤油、ほら、醤油ですね。はあ、すごっ、海の目の前やね。ね、こんなとこで作ったはんにゃん。あ、もう販売もやってますね。ああ、やってる。うわあ、うわあ、すごっ、嬉しい、買って帰ろう。ぜひぜひ。こんにちは。
こんにちは。昼休憩やな。あ、こんにちは。どうも、はじめまして。こんにちは。ナンショートという番組で、今日は宮川大輔君と3人で。どうも、すみません。今、休み中ですか？いや、仕事してますけど。そうそう。田舎やらこんなもん。ちょっとね、大輔君が醤油工場とか、あんま見たことがないということなんで、はい、ちょっと見せてもらえないかななんて思います。俺、化粧してくわ。家であるんですか？すごい。いい匂い。匂いする。ほんま、いい匂いする。どうしようかな。桶見てもらおうか。桶みたいです。はい、いいですか、うん、急に来てすみません。いいですか、随時入って。どうもどうも。うわお父さん、これもうお醤油いっぱい入ってるんですか、これ。それ、うん、火入れてね、加熱してね、はあ、そこでちょっと冷まして、それが瓶詰めするんですよ。こっから商品になっていくんや。はい。へぇー。何本あんや、これ、すごいな。それで1000本分ぐらい。1000本分。一生瓶でね。一生瓶で。すごいな。すごい。ここまでね。はい、わかりました。そうですね。はい、ああ、なるほど。もう覗く感じで。あ、これ。もう、うわっ。いや、はぁ、すごいよ。すごい。あ、ほんまや、これ入ったらあかんやつや、ね、うん、へえ。和歌山のね、湯浅町とか、それから香川県の小豆島にもこんな風な感じであるんですけど、これだけあるのは、まあ、かなり珍しい。てか、お父さんなんか関西なまりじゃないですか。はい、俺、あの佐賀生まれの大阪育ちで。ほんまや、関西弁や、うん、あのもうでも20何年になるけどね、ここも20年以上いてんだけど、なかなか抜けんよね。ずっと関西いたんですか。うん、37年ぐらい、大阪の、ね、日本橋とかで日本橋ステレオってた、ステレオってたウォークマンとか、でなんでここにいるんですか、ね、もうやっぱりあのサービス業は土曜日中休みないからね、うん、子供とちょっとこうなんていうの、あの遊ぶ時間もないし、うん、でたまに遊びに来たらすごい磯島がいいとこやから、うん、で何にも決めんと引っ越してきた、お醤油作り20ぐらいの、うん、でここの醤油がもともと九州の醤油は甘いでしょ、うん、それはちょっと関西が来たらちょっとね、あの甘ったり、ね、うん、この醤油絞ったやつは甘くないんですよ、東京の醤油みたいに、あ、そあるやんと言って、であのここで買いに来てたら募集があってここで来て、で広告 で雇ってもらった。40ぐらい年の時に、そ う, あ、そうですか、もう60になってしまったから。いや、すごいね、20年もなら。そうそう、そうですか。ここ甘ないんですか、ここの醤油。だいたいね、甘す、正確に言ったら麦の甘さと大豆の甘さはあるんですけどね、うん、あのここはね、100何十年かな、こういうふうにずっとね、このまま、これ6月だったらね、ブツ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 発酵してる。へぇ、これ色ちょっと違うでしょ。違いますね。やっぱり1年、2年、3年ぐらいあって、あ、3年、だいたいね、2年ぐらいで絞って出す醤油が多いんですけど、うち大体3年。へぇ、まあ、大体こういうあの 色がやっぱりあの色と香りが落ち着いてきてる、うん、で醤油のね、色って、あの日本酒でもこんな白い器に入れて色こうやって試してみるですけど、うん、あんなで見たら綺麗な夕日の赤月色してるんですよ。赤月色そこまでしようと思ったらやっぱ3年ぐらいで、3年か。1年たまだ薄いんですよね。こちらがあれ社長と後継ぎの、はい、あ、そうですか、こんにちは。ちょっと我々ふらっと来ちゃったんで申し訳ないです。あ、ここはあんまり甘くない、はい、そうですね、はい、他に比べたら甘くないってことですか。そうです、もう醤油はですね、基本は関東と一緒でですね、もう昔ながらの作り方なんで、ね、はい、じゃあ福岡らしくはないらしくないですね、はい、杉桶 のお醤油っていうのはもう昔からの作り方なんで、塩分濃度はちょっと高めなんですけども、そうか、そうか、はい、杉桶なんですね。そうなんですよ、です、はい、大正時代から使っておりまして、なるほど、ちょっともう風味というか、はい、ちゃうんですよね、やっぱりね。お母さんと息子さん、はい、そうです、はい、何代目なんですか。母が5代目になります。お母さんが5代目、5代目の社長になります、はい、で、6代目、はい、兄がも一緒にやっておりました。ですか。で販売もしてるんですね、そこで。はい、販売もやっております。へえ。ちょっと味見たいですね。あ、ちょっと、あ、そうですね。いいですか。はい、ちょっとお出しします。あ、ちょっと、はい、か、買わしてもらってもね。昔ながらの杉桶で長期間熟成発酵させて作る醤油は、年数によって味わいや用途が変わってくるんだそうです。今回特別にちょっとだけ味見をさせてもらいました。あ、ちょっとこれとこれが味が違う。はい、ね、これが、今こちら出したものがですね、4年半寝かして作ったもの。これは4年半、4年半、さっき3年って言った、違う、2年から2年半の方で特上と
こちらが特上でこっちが特銀と言ってます。年数の深い方が味がまろやかです。まろやかな、うん、じゃあこの2年半からいきましょうか、うん、はい、いただきます。舐める程度に。いただきます。あ、ほんと、うん、福岡っぽくないね。うんうんうん、確かにこれは福岡っぽくない。そうです。はい、これは特上、はい、そうです。ちょっとその特上の方は焼きおにぎりとかしたら美味しいんですよね。あのバーベキューなんかなさるときに冷たいご飯が余ったらそれを置いて磯辺焼きとか、うん、ね、ほんま美味しい。あのそういう風にやったら美味しいんです。あ、美味しい。何ですかそれは。これはですね、そのお醤油を使って作ったお醤油のプリンになります。醤油プリンですね。カラメルのとこが醤油になってるんですか。ちょっとそうですね、もうこのこうあの特上のお醤油をですね、カラメルのとこに使って、最後はちょっとこう、はい、琥珀色のすごく色が綺麗な、普通のプリンよりレアチーズみたいな固めのプリンなので、なるほどなるほど、合わせた、はい、じゃあ大輔さん、いいですか、すみません、ちょっと固めの、うん、そうですね、ちょっと固めですね。うわ、あ、うまい。出た、あのほんまうっすら醤油入ってますよね、はい、おいしい。ちょっとなんか洋風ではなくなるというか、そうですね、洋風やねんけど、和風的なちょっと固めのプリンなんです、うん、だから普通のプリンじゃなくて、なんで、うん、固めでね、うん、あ、なんか懐かしい感じも、懐かしいですね、懐かしい味みたいな感じのプリンです、ね、うん、で、カラメルいうか、なんかあのみたらしの、そうですね、あ、はいはいはい、ね、みたらし団子なんだ、ね、うん、はい、ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。特技をお買い上げ。やっぱさすが芸能人やね。いや特技から行きますか。ものがやっぱ嫉妬にさ、この人は美味しいのが嫉妬にさっていう。いただきます。ちょっといいですか。どうぞ。どうぞ。うわ、うまい。あ、あ、ぶっこぶ。何来た今。ここなんですかこれ。あの糸島は、うん、まあ、この季節牡蠣小屋っていうのが、まあ、いろんなところにできるんです、ね、なるほど。だから、ね、年中あるわけじゃない、うん、へえ、うん、じゃあ今やからこんだけいっぱい立ってる。そう、うわ、嬉しい。我々も話には聞いてないけど、こんなに、ね、増えたよなってると思わなかった ね、うん、ね、すごいなこれ、はい、あ、こちら牡蠣食べたい。食べました、牡蠣。今からですか。あ、こんにちは。どうも。今から。どうも。うわ、すごいやんここ。だからまあちょっとね、なんか大きめの屋台じゃないけど、そうね。うん、うわ、楽しみ。これ来てない？ここ来てない。来てない。来てない。まあ直接漁師さんとかに行くからじゃないの？そっか。大輔君の場合は。まあだからメインは牡蠣ですけど、はあ、他もたくさんあるんで。へえ、あ、ほんますごいやん、うん、アワビだ、サザエだ、アワビサザエだ、ほんま、ウチワエビもあるやん、すごいな。で、今日は宝龍丸さんをね、番組予約してくれ てなるほど。こんにちは。すいません、予約していただきます。花間大輔と大輔くんでございます。あ、ごめんなさい、いいですか、お邪魔して。どうぞ。あ、こんな感じなんや、ええやん、ね、団体で。うわ、かけやすはる。こんにちは。うわ、大きいわ。大きい、かき。すごいわ。あ、大将。どうも大将。よろしく。すいません、お願いいたします。え、これお湯、オープンしたてってこと、これ、なんかお酒いっぱい。うまい。これ何なんだ。腕のエンジン変えたけど。腕のエンジンを変えたお湯は。お湯風習がある。あ、これ魚、あの漁師仲間。そうです。ああ、ええー、な。そういうお祝いでございます。進もう、ね。今回伺ったのは豊漁丸。船越漁港で最大級の牡蠣小屋です。漁師さん直営のお店で、店内には大きな生けすがあり、新鮮な牡蠣はもちろん、サザエやエビなど様々な魚介類も取り揃えています。僕ちょっと牡蠣食べれないんで、アワビでしてください。アワビは直だから。そう、違う、待って、なんか偉いの持ってきたよ。何うわ、大将、何ですかそれ。それ焼き物じゃないでしょ。召し上がってください。うわー、うわー、うまそう。刺身。これだから、もうこれいかなくなりますよね。うん、もうお祝いだから、船のエンジン変えた。はい。そんなあるんですね。エンジン変えてお祝いって。
よっぽどの話だよな。サザエになります、ね、はい、この平らな方を下にされて、はい、下なんや、はい、1、2分ですね。で1、2分したらこれをひっくり返してください。はい、でこのままの状態でカキは口を開ければ OK です。もう OK、 なるほど、はい、これで1、2分待ちましょう。どうぞ。あ、うん、聞こえた。僕が聞こえました。あら、え、アワビ、アワビ、うわー、うわー、すごい。これ見たらもう、しかもエビもこれイケエビね。ほんまや。いや急にこれもう一気に全日本でしょ。すごいこれ。なんなんこれ。踊り焼きってやつですよねこれね。うん。じゃあ私カハギでもちょっといただきますね。うん。うん、うまっ。これ久しぶり食べたらカワハギ美味しい。これ、うん、ポン酢で。あ、ありがとうございます。これ肝といて、はい、ありがとうございます。あ、1個開いた。あ、1個開いた。バンババン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 、チューリップが開きましたよこれ。解放しました。古い、いつでもどうぞ。古いな。古い。おつゆがもう結構タップ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 。手で、うわー、そのままいってもいいし。完璧、綺麗やん。ポン酢でいこうかな。あ、知ってるね。いやいやいや、いただきます。ちょっといいですか。どうぞ。どうぞ先に。うわ、うまい。うまい。うまい。あ、うまい。出た出た。あ、あっ、ぶっこぶ。何来た今。あ、あ、アワビが反対向いた、反対向いた。アワビ。あ、どうぞ。あよし、いっちゃおう。アワビそのままお醤油、そのまま、僕そのまま、うん、あ、すいません、はい、回収します。ごめんなさい。はい、よいしょ。ちょっとね、牡蠣を焼きましょうね。美味しいから。あ、うまい。あ、うまい。あっつ。あ、こんなよか。さすが直。これ直やね。直。これもうほんと。やわらかい。美味しい。違うね。違う。全然違う。これいつまでやるんですか、このカキ小屋は。4月までです。4月まで。結構ロングランでやるんですね。これは本当全国の人に知ってもらいたいぐらいね。ここいいわ、ほんま最高やね。うん、なんかこの番組こんな感じで大丈夫な、ほんまに今不安になってきた。だからこんな感じで、うん、ホテル帰って、うん、あ、そんな感じと思ってホテルのドリンク全部誠司さんが飲んだよね。全部その番組の延長と思ったよね。なるほどね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。え、ちょっと、うわなんか、いや、来たー。誰のものが知らない。誰が。虫眼鏡というか草。ほんでで、はしごさん。こんにちは。ね、お母さん何のパン買ったんですか。食パン。いやいやいや、いろんなパン。芋あんとか。芋あん。紅芋あんパン。芋あん。紅芋あんパン。美味しそう。全部うまい。美味しい。ありがとうございます。すみません。どうします？ちょっと食べてみたくない？ちょっと待とうか、じゃあ。あの人が出たら。あ、そういうことか。なんかおしゃれやね、ここ。うん、アメリカンの。多分あのパターンじゃない？伊東島に惚れ込んだ。ああ、もともと。もともとどっかでやってて。なるほど。この土地に惚れ込んだっていう人がいろんなお店をオープンしてるんですよ。なるほどね。素材がいいからね。いや、すみません。どうも。よし、我々の番がいよいよ来たようですよ。よし。どれどれ。こんにちは。いいですか、見せてもらって。よかった。よかった。すみません。いい匂いする。どうも、こんにちは。はじめまして。あ、すごい。ええ匂い。こんにちは。あ、ええ匂い。ね、今日はね、大輔さんと一緒に来たんですけど。どうも。大輔さんが、ゴロッとロゴ糸島で住もうかなみたいなこと言ったんですけど、それでこっち来ちゃった。何この縁。住む人以上に住む人のことを考える。目指すのはいつも
マンションは太平。私試してみます。新しくなったドモホルンリングル。昔試したことのある私も申し込めました。なんか柔らかい。しっかり塗り込んで、おおー、これは期待していいかも。新しいドモホルンリンクル無料試しセットのお申し込みは0120-444-444。よし、じゃあ我々の番がいよいよ来たようですよ。よし、どれどれ。こんにちは、いいですか、見せてもらって。よかった、よかった。すみません、いい匂いする。どうもこんにちは、はじめまして。あ、すごい、ええ匂い。こんにちは。あ、ええ匂い。今日はね、大輔さんと一緒に来たんですけど。どうも。3人で、はい、ご家族ですか、はい、ご夫婦とかと、お手伝いしていた。あ、どうご夫婦、すごい人数で。あ、そうなの。はい、えらい、なんかおしゃれな佇まいですけども。はい、いつからやってるの。いつからやってるの。去年、一昨年の5月。へえ。今日で1年半ぐらい。1年半ぐらい、綺麗なお店ですね。それまでどっかでやってました。東京で。東京、やっぱりの。なんでまた。僕、ラジオで大吉さんがボロッと老後糸島で住もうかなみたいなこと言ったんですけど、糸島っていう場所があるんだと思って、はい、でそこから調べていいところで気に入って、それでこっち来ちゃった。何この縁。背中押したわけですか。いや、なんか責任感じるな。違う、ほら、あんたもう稲穂屋キャラ言ったらいかんよ。ずっとベーカリーサナって言わない。そう言わなんか、ね、もう稲穂屋キャラ私任せてけば。本当はありがとうございます。私はここサナは、はい、だって東京から。いや、本当にね、糸島を知ったのは、まあまあね、本当にきっかけの一つだったと思いますけど。奥さんはどうだったんですか。最初そこ知りたい。まあ、だって東京聞いたこともないでしょ、糸島なんて。そうですね、はい、でもちょっと地図で見て、うん、いいかもね、みたいな。まあ、海沿いやし。はいはい。じゃあいただきますか。いや、さあ、あんたもう4つ5つ食べなきゃ。もうイメージキャラクターみたいなもんば。そんなことね。このまんま改装して。いつからやってるんですか、このお店は。ね、もう6年経って、7年目。あ、7年目。結構長いですね。へえ。博多稲穂焼き。ちょっと我々、はい、初めて来た。初めましてになります。メニューこれ。回転焼きみたいな。お好み焼き風回転焼き。ちなみにここ以外食べれるとか。フランチャイズ。なるほど。長崎なんですよ、本場は。あ、そうですか。そう、だから上に大村名物って書いてある。大村名物が博多にやってきたっていう感覚でよろしいでしょうかね。大爆発してほしいという。なるほどなるほど、なるほどね。いただきますか。食べたい。どれが美味しい。じゃあもう初めてでしたら、この稲穂焼きのオリジナルが基本で、はい、キャベツからソースまでこれ全部入って。あ、こちらも入ってんの。なるほど。それで120円。はい、安っ。食べてみて安いかどうかは。いや、自信持っていいですよ。安いですよ、120円は。買わせてください。これがやっぱ九州やね、このホークスね。ホークスのリングです。ホークス大好き夫婦で、うん、ホークスを応援してるんですよ、はい、へえ。ホークスが勝った翌日はおみくじ抽選会などしてね、あら、当たったら稲穂焼きをプレゼント。日本シリーズ優勝した次の日なんて。ああ、もう大変じゃないですか。サービス優勝セール20円引き。20円も引くの。お父さん120円で20円引かれた。でかいで、うん、大丈夫なん、そんな人。100円ね。あったかい。いただきます。どうぞ。うん、どうでしょう。うまい。よかった、うん、いや、美味しい。美味しいですか。美味しい美味しい、うん、お父さん。なんだろう、お好み焼きなのか、本当そうやね。柔らかいですね、側が、側が。よく、あ、ね、頑張って。何ですか。いいです。やめましたね。何ですか、よく言いかけて。え、僕二人、はい、むっちゃんまんじゅうってあるんで、はいはい、いつかうちにも来てくれんかなぁ。いや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 、我々は、はい、あめでむっちゃんまんじゅうとは何の契約も結んでない。よく紹介はしますけど。
今なら大丈夫ですよ、はい、2年契約ぐらい見せます。糸島盛り上がってんですよね、ずっと糸島人増えたでしょ、人間。実は言うとそこの深い駅、はい、3年後建て替わるんです。ほらすごい。その時ここで営業してたら、あの駅がこっちに寄ってくるんです。うわ、さらにでエレベーターできるんです。あらら、ら3年持つかな。3年持たせましょう、なんとか。頑張りましょうよ、お父さん。ねえ、お父さん。ねえ、ビジネスチャンスですよ。しばらく僕稲穂焼き言います。あ、もう言うたね、ほんまに。もういくつかあるんですよ、西陣とか東陣馬と久留米とか。え、あるんですか。だから稲穂焼きの深江って言った。あ、そこまで言わないから。フルネームで。よろしくお願いします。わかりました、わかりました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。でもほんまにいい場所やね、ここ、うん、ほんまに大きくなれば、うん、駅が3年後は、うん、でもちゃんと言うや、お茶に俺言うから言うてたから、なんか駅も全部言うて言わなあかんみたいな。稲穂焼き深い、そうそうそう。じゃあ、こんにちは。稲穂焼き美味しいですよ。深えて、いやいや、こっから今栄えることですよね。あ、こんにちは。やっぱすごいな。いやいや乗ってるでしょ、乗ってるでしょ、全員やん。いやいや、まあね、長いこと番組もやってるし、うん、すごい、うん、おー、カニ。おお、ちょっと待って、こんなんなんで。カニと触れ合う。え、カニ行く。これでも、おお、その持ち方よ、そうそうそう、うん、おー、大丈夫。あ、すごい。あ、ゲムコ強い。なんで、俺、ほんまにこれ、ほら、パキパキって言った今、うん。さあ、今週は糸島市にやってまいりまして、筑前深江駅の前なんですけども、はい、まあいにくのお天気ですね。そうですね、うん、まあいにくのお天気の中、ちょっと世知辛い話してもいいですか。何でしょう。あの先週のゲストの誠司さん、千原誠司さん、はいはいはい、前乗りして、ええ、後残りされたんですよ、ええ、2泊で、はい、でその間に、うん、部屋中のドリンクを飲んだらしいんですよ。はい、それがですね、吉本の経理に行きましてですね、はい、厳重注意を受けまして、今後、はい、この南小都のゲストの方、はい、そして花丸大吉に至るまで、はい、ホテルのドリンクは自腹が決定いたしました。いや本当に世知辛い話で、あるだけ飲んで帰られたんですか。いや、満喫なさってますね。まあまあいいでしょう。まあまあまあ、まあ、そういう番組ですからね、はい、ご接待のね、はい、気楽にやっていただきたいと思います、はい、ということで今週のゲスト待望の初登場でございます、はい、宮川大輔くんです。どうもよろしくお願いいたします。いや、ようこそ。よろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました。何今の先生の話。ね、最悪やね、あの人。そうなんですね、はあ、全部飲む。普通飲むホテル飲む、ね、あのいらんやつもあるよ。そう、あるあるある。絶対手つけんやつある。ある、それまで飲み干して。そうです。僕らと大輔くんってテレビであんまり共演してないと思います。してないんですよ、うん、実は同期。同期なんですよ。いや、それな、ちょそれな、それな、俺な、うん、もう卑怯やと思うで。なんで9期に来んの。違うやん、ほんまは8期やん。違うやん。俺だって初めずっと敬語で喋ってて、うん、急に東京来て同期やね言われて、ナインティナインね、ホッシャン、大輔くん、矢野兵働、浜丸大吉。そうそう、まかいな。いやいや、僕らはもう絶対9期だって。総選挙もと、うん、だって誠司さんと同期ってことになる。いや、ほんま同期やん。そうなったらもう説教しに行かないと。ホテルのドリンク全部飲み上げて。今回は宮川大輔と糸島市のこだわり。一つやん、こんなパンパンやってるんですね、今。パン屋さん移住のきっかけはなんと大吉。ドッグランのワンちゃんは雨でも元気いっぱい。糸島ならではのものづくりを見学。子供ここにいるみたいな、たまりませんね。冬の名物かき小屋を体験。うわ、うまい。出た。花丸大吉の南小都。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。花丸大吉の南小都。今回の舞台は糸島市。平成22年に前原市と二条町、島町が合併して誕生した市です。自然豊かで良質な野菜や新鮮な魚介類に恵まれていて、
福岡市都市部からもアクセスがいいため、今移住先として全国から注目を集めている地域です。行きましょう。もう何食べてもうまいよ。その辺の草食べてもうまい。いやわそんなもん。何か食べさせてやろお店。いやそれぐらい糸島というこの非常にいい大地よ。土地の値段も今どんどん上がるよね、ここ、うん、もう嘘やん。いやほんとこの辺に別荘つっ嘘やん。いや駅周辺見たら確かに嘘やん。いや本当稲穂焼き。こんにちは。こんにちは。あどうも。お父さんこんにちは。あら有名な。いや有名ちゃうで。あら。どうも。こんにちは。何しようとでございます。どうもこんにちは。えらい小窓で商売してますね。何しようと。何しようとでしょう。はい。これなんか駅の切符売り場みたいな。なんなん。あ、元そうか。元々なんなんですか、ここは。ここ昔タバコ屋さんだったんだ。あ、なるほど。海が近いからこんなとこにいるの。どうする。あ、七五。あ、七五三じゃないあれ。あ、ほんまやほんま。行こう。もうこのカニどうしよう。カニは神社に。神社行こう。神社。こっちの道はほら踏まれるかもしれない。踏まれるもんな、うん、もうこの辺置いといて一挙でやろう、うん、どっちか好きな方に。あとうまいこといくよ。うん、よし、じゃあそうしましょう、うん、大丈夫かな、排水溝に入るんじゃないかな。心配するな、うん、あでも大丈夫大丈夫。あ、いやあそこほらもう派手な紋付きというか着物着たね。ああすごいすごい立派な。いいな、千歳網あれね。こんにちは。あ、よかった。はじめまして。うわー、かっこいい。晴れの姿。ねえ。どうもこんにちは。どうも。かわいい顔してるやんか、あんた。ほら、映してもらい。5歳になったやろ。なるんやろ。3歳です。あ、3歳？あ、3歳で。へえ。今日何もらったの？絵本？神様のお話やんか。ねえ。ちょっと見せて。こんにちは。こんにちは。ちょっと見せて、これええのもらったね。これもこれも千歳飴ってこんなパンパンに入ってるんですね。今もう今棒状じゃないやろ。棒状じゃないの。うそ。え、今も棒。え、棒はなんか喉引っかかると危ないって言って。いろいろ入ってますよ。棒のやつある。あの飴以外も入ってる感じ。よかったな。そうか、先に開けるわけにいかんもん。そうちゃんたちが。そりゃそうや、うん、はい、よかったね。ありがとう。ねえ、かわいらしい。ねえ、ねえ、いや、いいか。ちょうどよかったですね。いや、これなんかね、やっぱりなんか引き合わせてくれるんですね。そうね。ね、おばあちゃんなんですね。そうです。え、おばあちゃん。いや、おばあちゃんがこちら。はい、私は宮司の宮司さん。あ、そうですか。いや、どれでね、神様っぽい。あ、卑弥呼様あんのね。神話九太郎のね。はい。ね、そうですか。そうです。アシックスとか履くんですね、宮司さん。動きやすい下駄とかかなと思って。ねえやん、別に宮司さんアシックス履くよ。雨降りだもんだから、こっちの雨やもん。あ、おじいちゃんもあるな、ね、大きくなるよ。バイバイ、頑張ってね。じゃあね、頼むな。さあ、どっち行く。おらへん、さっきのカニ。絶対落ちたな。落ちたね。さっきのカニおらへん。もういない。落ちたよ、こっちに逃げたんじゃん。でもこうやって挟まるもんね。ねえ。おったよか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 った。よかった。おったちゃんといますよ、そりゃ。おった。嬉しい。よかった。嬉しかった、ね、今。懐かしい感じやね。いいよね。中のいい、うん、めちゃめちゃいい。どのくらい海外に行ってるの。月5日間。5日間ですよ、間違いなく。そう、海外でもなんかそういうイメージかなんか知らないけど、うん、絶対電話したら、うん、日本にいるみたいな。はいはいはい。なんかそんなん言われて、うん、海外が5日と国内がね、2週間ぐらいかな。で、都内にいるのが大体まあ1週間半ぐらいかな。10日ぐらい月。いや、でもまあ泊まりはそんなに少ないんやけど。あ、これはなんだほら、
可愛らしい。あ、パン屋さん可愛らしい、ここ。うわ、おしゃれですよね。ねえ、こういうのほら、糸島小麦、ほんまや、天然酵母、ね。クローズ、マンデー、ウェンズデー、サースデー休み、週4しか働いてない。本当だ、ね、すいません、こんにちは。本当にほんまに俺はちょっと、あのちょっとパニーニっていうホットサンド。あ、パニーニよかったら。おお。大吉のラジオでの一言がきっかけで東京から糸島へ移住し、ベーカリーサナーをオープンしてから1年半、糸島の小麦を 100% 使用し、天然酵母で作るこだわりのパンが人気なんだとか。今回はご主人おすすめのパニーニをいただくことに。味次第では東京帰れって言えよ。厳しく行け。そうやで、はい、厳しく。じゃあ、これは、はい、これチリビーンズ。チリビーンズ、はい、そらもう試合に見たらごめんな。そうやで、その中のチリビーンズもうちの手作りなんです。へぇ、あ、そう。いや、これね、そんなないよ。パニーニ持った感じが、うん、こんなパリッとしてます。パニーニパリッパリッ、パニー油入れてないんで、はあ、焼くとパリッと。はぁ、あ、でも、もっちもちなの。パリパリなのに、うん、いや、それいいように言ってるんですか。そうやで、やっぱ関係者だから。関係者じゃないけど。僕はハムチーズ、うん、一番ベーシックか。そうですね、これも地元の生産牧場っていうところなんですけど、はい、ここと。それ本当気をつけてください、ね、やけど。香ばしい。ほら、さっきの稲穂焼きはしらしない。もうええよ、稲穂焼きは。あれが良さや。あれ良さ、あれが。不思議じゃない？ツナトマト、いただきます。うん、大丈夫大丈夫。あ、うまい。うまい。うまい。ほんまにこの外がカリカリで、うん、うまっ。いや、美味しいね。美味しい。改めましてようこそ糸島へ。ね、うん。ようこそ来てくれました。お会いできてよかったです。いや、本当。よかったよ。本当にね、なんか嬉しいわ僕。うん、やっぱすごいね。すごい。なんなんやろ。浜本ってすごいな。赤井さんすごいな。いやいやいや。もう高島師匠の次はもう大事だね。私はね、福岡市支流にね、屋台を作ろうと思ってます。10メートルおきに僕は屋台を作ります。それはそれで道路塞ぐことになりますけどね。すいません、じゃあいただきながら行きたいと思います。ありがとうございます。すいません、お昼時の。美味しかった。ありがとうございます。すいません。ここも糸島。もうずっと糸島、うん、ずっと糸島。糸島市は大きいよ、うん、大きいね、ね、やかましい村って書いてある。やかましいかな、ね、静かけどな、ね、いやでもさっきのパン屋さんほんまにすごい、うん、ね、大吉さんの言うたやつを聞いててさ、本当あんなあんのマジで、ね、人のあんなん聞いて、よし、うん、ちょっと行ってみようと思ったことある？ないよ。ないよね、うん、まあでも、じゃあなんで芸人大輔君はなろうと思ったの？なんなん急にその質問。いやほら、きっかけ。いや、それ、いや僕ほんまにあれなんですよ、うん、初めは別に芸人なんてなれる思ってなかったんですよ、うんうん、まあクラスとかでは面白いとかなりますけど、うんうん、いやそれなれる思ってなかったですから、うん、でも芸能界に入りたかったんですよ、うん、で、そのつて自分の親父の友達が、うん、関西テレビのアナウンサーやったんですよ、でその方にその相談したら、うん、おっちゃん口聞けるとこ吉本しかないわ言うて、でもまあ吉本、吉本ってなって、うん、でなんか話聞いたらその NSC があるいう、でそこ入って、まあ、今に至るっていう感じですね、あ、じゃあそれまで NSC 知らなかったの？知らなかった、全然知らなかった。珍しい。そうそう、じゃあもう芸能別にその吉本じゃなくても